皆さんごきげんよう。今回はスプラトゥーンのイカ&タコマグネットを作っていきたいと思います。マグネットを入れるところまではブローチの作り方も同じ工程なので、ぜひ応用してみてください。イカは矢印の形を目指す。側面からも差し込んで厚みを出していく。ペンで印をつけておきます。マグネットの位置が決まったら、表側を可愛いクッキーみたいにこんもりさせる。こんな感じ。お好みの色で色付けしていく。タコ坊やチャンネルと同じように作るのであれば、濃淡2色があると良いです。くびれの部分はしっかり差し込む。3箇所刺して足を4つに分ける。真ん中足2本との段差をつけるために両脇を差し込む。こんな感じ。こんもりしたお目々が好きなので、少し多めに毛を取りました。体より少しだけ濃いめの色をお目々に。スプラのイカは上向きのお目々だね。お目々と同じ色で周りを囲むよ。タコは少し離れてるお目マグネットを埋め込む作業。書いておいた丸を刺して凹ませる。マグネットがぴったり収まるくらいの凹み。マグネットを接着剤で固定。この作業中、気をつけないといけないことがあって、複数作る場合はマグネット同士がくっつかないようにする。ネオジムはかなり強力だから要注意。
グネットが固定されたら、強力なネオジムの力を押さえつけるべく、布フェルト2枚を使って隠していくよ。針がマグネットに当たらないように注意。最後にちょっときれいめな布フェルトで隠す。この時もマグネットに当たらないように刺すよ。飛び出た布を切って差し込めば完成。見てくれてありがとう。スプラトゥーンのキャラデザ可愛いですよね。私はスプラトゥーンめちゃくちゃ弱いけどがむしゃらに楽しむタイプです。マグネット制作、皆さんもぜひやってみてください。グッドボタンとコメントお待ちしております。チャンネル登録もよろしくお願いします。